はい、それでは再開いたします。積みゲーをクルーズキャストということで、ドゥーム2の技で、三谷に。これ今、マップ29だから、和装戦があると仮定したら、最後の普通のマップなんですけれども、まあ、長いだろうなと。この枠に来てから、多分30分ぐらいになっちゃってるんで。またブームガイの死体がそこにあるんだ。されてるな。普通にやった方がいいな。なんか期待しないで。庭園みたいなところに戻ってもまだ見てないところ結構あるから、それを忘れないようにしてる。から普通に簡単に来れちゃって不安になったよな、逆に。なんか出てくるかな。何が出てくる。向こう側から出てくるかな。あれはなんだ。あー、うわ、こいつの本音出てくるか。そういうこともあるんだ。うわ、あー、結果的にね。喧嘩は味わったけど、多分だけど、あの銀色のやつは早すぎるから、レベなんて言ったら弾当たんない気がするんだよな、ちょっと意味なんて言ったって。あ、でも結構減らしてくれてるな、お互いに。うわ、がいいな。
からもう。いや、ある程度減らしたら。ないんだよね。なんだかんだ言ってでもだいぶ喧嘩で減ってくれたっぽいな。しまったな、こっからか。まあいいや。だからセーブすればよかったな。どこを通過したらレベラントの群れが湧くんだろう。こっち側に来たらかな。このタイミングでか。ある程度出て、スリーウェイで打ってるから自分たちに当たってると思うんだよね。喧嘩してないだけであって。こう避けて。で、レベナントの弾を避ける必要があるんですけど、後ろからの弾はレベナントが当たってる。やばいな、さっき本当に整備しとけばよかった。結構時間に余裕を持って始めてはいますけど、朝ブーム結構あの弱点、昼に普通に昼っていうか普通に日中用事があるってことはあのこの後自分は時間制限があるという。
旦ここでセーブ。いくらあの死にすぎてるんで。高いね。これ取るとあいつ出てくるんだよな、多分。取らないで出せないかな。キル 100% を目指してるので出すのは出したい。あいつさっきのドタクタの時点で召喚しといて、結果に加わってもらうっていうのもやった方がやってもよかったのかな。一体だけならそんな脅威じゃないからいいけど、広いとこだし。でさあ、普通に向こうに行くでいいのかな。はい、あー買い鍵、これはどこだ。あーそっか、あそこか。で、多分行けるんだけど、ただ気になってるのが、あ、ここじゃないな。こっち、こっち、はい。で、あ、こっちがあるじゃん。まあいいか。最初のところに弾がいくつかあったんで、それ回収しようかなと思ったんですけど、これはいいよ。で、こっち側は、ここか。これがな、あ、ここか。で、この先よ。この先もでも治安悪いんだよ。
アイコン。怪しい高校生。うまいこと思った。あ、ヘルナイトが勝ったんだ。そういうことあるんだ。ここは？取っていいかなこれ、うん、あ、なんか新しいの、ね、あ、今日開ける前にいろんなところに来れるんだけど、いくらなんでも雑に動きすぎた。あいつはどうして同時してるのか。誰かが箱殴ってたから、それはあれだ、誰か負けたりする。そうするとそんな困ってないから、また戻ってこれるんだったらアーマー取っとくからなんだよな。ここなんだ。あいつが向かってくれてるから、向かってくれてる先にいるんだろうね。あそこか。そこせんのか。全部当たらない。飛行機持ってないからね。あ、かわいそう。シークレットじゃないんだよなっていうところなんだよな、この辺。ああ、ここに出てくるんだ。あ、こっちか。別にシークレットってわけでもなかったんだよな。Mm-hmm.
するかな。そうなんだよね。多分なんか起きるよな。青い雨取ってこよう。アイテム 100% って目指したのか、今のもカウントされてそうだしな。そこは目指してはいないんですけども、だから弾自体はかなり潤沢にもらえてるんだよな。あ、これなんか一面こんなところじゃなかったっけか。そういうことか。BFG だ。じゃあ結構派手な戦いが行われるな。そうだ、一面こんなデザインですね。EXIT ここだし、一面こんなデザインだった。定期ルートを知りたい。いや、これさっき押したやつか。なんかどれか取らなきゃいけないかな。これスイッチかな。いや違うと思うんだよな。暗いんだよな。まずあこれかな。いやこれ押したよ。だから何か起きてると思うんだが、あこっち側は来てないかな。なんか減った。出たね。出たね。こんなところでセーブしたいが、まだ出てるね。米ですよ。
貨幣部がない。100だからいいや。エターニティ最終面でこれか。やっぱ天使が敵かな。リセットされてるけど全部もらえるけど全部もらえる。さらにもう一個まだ弾転がるし、弾転があるし、ボス戦だな。あれか、
エターナルがどの子な、どの子の言ってたな。 BFG 持ってる、 BFG は持ってない。おお、そういう弾撃ってくるのとあれか、アーチバイルと同じ攻撃か。戦士ルシファー。ちょっと待って、一回どっか適当なところでセーブしたい。セーブ。ああ、ここにいたかった。ん、うわー、なんか敵湧いてんじゃん。あ、いいや、追加してもらおう。あいつがアーチファイルの攻撃持ってるのは厄介だ。BFG ないかな。 BFG は欲しいな。ハマットを払ってるんですけど、この辺になかったかな、この。こいつを倒すのは目的だろうかな。周りも倒さなきゃだとは思うんだけど。あ、リフジあるじゃん。多分あれね、あのね、ボスともね、喧嘩すると思うんだよね。だあ、リフジあそこにあるんだ。じゃないぞってしたけど、帰るな。ちゃんと俺ね、なんか、まあいいや、それ覚悟の上でセーブしたから。このアーチバイルの攻撃を持ってるから厄介なんだよな。じゃない。また追加で湧いたな。
あれ。湧いてるな、スイカで湧いてるな。マンキューさん、多分スイッチャー入ってる気がする。爆発するエフェクトっぽいのがあったけど、それじゃなかった。あー、なんか攻撃形態変わった。さあ、くそ、あのエフェクトをなんか勘違いした今。いやー、ある程度逃げ回れてる時はやっぱロケットランチャーで撃ったな。
にも時間の制限があるんでね。どこにいる天使、俺のパティスっぽいな。どうだ、真ん中辺に行ったわ。真ん中辺に行ったのはエルライトと喧嘩しててほしいんだけど。どこにいる、あ、いるな。変わるってことだ、まだ洗えるってことあれね。ロケットエンジンは多分その辺に落ちてないかな。これで終わりかな。最初に弾がもうないってなるな。あー、追加されてる敵が外野から追加されてるのか。天使を狙った方が良さげだな、この感じ。天使どこにいるの？この状態で緊張してくんないかな。しないで、第二形態。一回ちょっとずらしてセーブ。この状態じゃもう変化しないのか。
この状態厄介だな。この状態で決着くれるんだろう。攻撃がなんかすごい激しいから。喧嘩してほしいんだよな。ちょっと様子見たいんだよな。当たらないんだね、あれが。他の雑魚に当たってもいいよ。魔物に見えるけど。喧嘩しないように設定されてるからここまで来たな。あ、喧嘩してるな。早すぎて当たってないのか、ザコの弾が。あ、喧嘩してる、喧嘩してる。で、こうよ。タバコはもうないんだっけか。追加で湧いてたりしないかな。ないのか。あとちょっとで倒せるみたいのが。見たらね、今日なんか操作が効いてない、今気づいたけど。あ、OK、OK、ビビったらダメージしか与えないと思う。どんどん追加されていくね。わあ、アラコントロンが出てきた。このトロが出てくるの厄介だな。早いよ。
あれは死んだらあのエフェクトになるっぽいな、あいつは。たまにそう、こう、たまにね、移動できないんだよね。避けるね。そんなすぐに攻撃が当てられるやつじゃないの分かったんだ。だがな今喧嘩させるが正解っぽいね。
と一旦この枠は終わりにして、でもこの次の枠で数分で倒すっていうのもあるかもしれませんけれども、まあしょうがない、一旦この枠は終わりにします。ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。